はい、ブレイクスルーアカデミー代表の安藤正治です。今は2018年の7月頭なんですけど、ものすごいね、大雨が降り続いてます。で、さっきもニュースで見たのは、なんかあの道路が陥没して、自動車がね、2台ひっくり返っちゃって、こうその陥没したところに落ちちゃったとかね。あとはその土砂崩れはいろんなところであってるし、電車のダイヤも乱れるしね。本当に今一回梅雨が明けたと思いきやね、関東の方では早くもね、6月中には梅雨が明けましたって言われてたんだけど、どうもね、今その日本のまたね、下の方に前線が下がってきてて、西日本と東日本に関してすごくね、こう前線が止まった状態で、雨が降り続いているような状態になってます。で、この時にじゃあ一体何が起こってるのかっていうと、実は南の方の海からやってきた太平洋高気圧と、上の方に、オホーツク海高気圧っていうのがあるんですけど、こっちはね、太平洋だから海でしょ。なので、こっちから吹いてくるのは、結局湿気を含んだ風なんですよね。こっちは湿気を含んでるんですよ。で、こっちは北の方からやってくるんで、もちろん、まあ、ちょっと、気団なので、丸で囲んどくと、こっちから来るのは冷たい風ね。冷たい風。で、この2つの風が、要するに梅雨前線の両側から吹いてきてるんで、要するに梅雨前線が両側から挟み込まれてるような感じですよね。ここで断面取ったとしたら。で、そうすると、ここに梅雨前線あるんだけど、ここに空気が溜まっていくでしょ。で、その空気は両側から締め出されてるんで、もうその逃げ場所がない。逃げ場所がないとどうなるかというと、ここで雲を作るわけだ。そしてこの雲が今雨をガン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 降らせているっていう感じですね。で、なんでこんなにいっぱい降るのかっていうと、もちろん湿った空気がどん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 後から供給されて雲になっていって落ちてくるんで、すごい雨が続くっていう状況になってます。で、今回の動画でじゃあこの話をしたいのか、例えばほら、オホーツク海気団とか太平洋気団とか揚子江気団とか、その日本に4つ気団がありますよっていう話は小学校の時のね、社会でやったと思うんだけど、今日やりたいのはそういうことじゃなくて、理科かな？理科でやったかもしれないけど、そういう話、天気の話じゃなくて、要するにね、今何が起こってるのかっていうことの原因が分かるといいよねって話。で、なおかつ、この先、じゃあこの後、オホーツク海気団が、ちょっとね、勢力を弱めてくるので、この梅雨前線自体が太平洋高気圧に押されて北海道の方にずれて込みますよと。そうすると、また東日本の方はちょっと落ち着くんだけど、西日本と、本州挟んでこう北海道の方に今度はね、梅雨前線でまた雨が降り続くんじゃないかっていう話があって、大変ですねって話をしているんだけれど、この先何が起こるかがある程度予測できると、なんか対策も打てるよね。例えば今日本は気象衛星とか打ち上げてるから、宇宙から雲の状況を確認できる。で、データを取れるから、例えばね、この間台風7号が来たりとか8号ができてこれから来るよみたいな話もある程度前もって知ることができる。で、今回みたいなそのね、レーダーとかでデータを取っていくと、この状況からいくと、今度はその雨の中の雨量からするとね、ものすごい大雨が降ります、1000ミリぐらい降ります、500ミリぐらい降りますって話もなんとなく予想はできる。なので、ものすごく今は技術的に文明的に発達してデータが集められるから、そのデータから導き出された未来っていうのがある程度予想できるんだけど、そういうふうにね、情報が多ければ多いほど、その先がね、予測できるんですよ。で、今皆さんが、この動画を見ている皆さんが勉強に関してすごくね、行き詰まってるなとか考えてるんであれば、多分何をどうやっていいか分かってない状態で何かを決めようとしてるから分からないですよね。勉強どうやっていいか分からないから勉強に手がつかない。でも勉強どうやればいいかが分かってる人はそんなところで悩むことないですよね。だから勉強と一緒です。例えば問題を解くときも、ある問題を解くときに正解が出せないと、考えて、なんかよくわからん、この問題なんで解けないんだろうって思って30分40分使ってしまう子もいるんだけど、そんな時間もったいないですよね。だって頭の中に正解を導き出すための情報が欠けているわけだから、考え続けても正解が出せるわけがない。で、例えばそれを学校がね、もうテキスト の回答用紙をさ、回答集を取り上げちゃって、もう答え見れないようにしてるとかね、そういうなんか変なことしてるから、分かんない問題もさ、もう次予習していかないと怒られるしとか、次当てられて答えられなかったら恥ずかしいしつって、分かるまで考えるとするんだよね。で、そういうもったいない時間を取ってるから、必要なところに時間が割けなくて成績が頑張っても上がらないっていう悪循環になってる。だから皆さんは今そのこの話で分かってほしいのは、情報が必要ですってこと。で、最初は
勉強である程度軌道に乗ってくるまではもう情報を入れる方、インプットの方に時間を使わないといけないんですよ。アウトプットをするにはまだ早い時期の人がインプット、アウトプットしようとしてるから行き詰まる、時間もかかる、で成績伸びない。だから皆さんに気をつけないといけないのは、今はインプットする時期なのか、ね、例えばそれは教科ごとにも変わってくるけど、インプットする時期なのかアウトプットに移っていい時期なのかは皆さんが判断しないといけない。もしその判断が難しいのであれば、私の方で見させてもらえば状況わかるけど、大抵の人はインプットを重視すべき時期にありますね。成績が伸び悩んでいるのであれば間違いなく。でそうすると、今回の話は何かっていうと、いろんな情報を入れていくとね、今この大雨が降り続いている状況がなぜ起きているのか、そしてこの先どういうふうになっていく可能性があるのか、もちろん 100% ではありません。ただ動きの可能性としては何パターンかに分かれるはずなので、例えばそれこそ今みたいにオホーツク海気団が抜けてね、太平洋高気圧が上にせり出していって、この梅雨前線を押し上げていってくれるっていうパターンもあるし、逆もあるかもしれないし、ね、で両方がだん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 もう同時に弱くなっていくパターンもあるだろうし、だからなんか 100% じゃないけど、いろんなプランがあればそれぞれのプランが起きた時の対処法も打てるから、そのこれから先に起こるべきこと、起こること、起こりそうなことが、この先のことを予測している人たち、この先のことを予測するためにデータを集めている人たちの話とか情報とかをいっぱい集めてください。そしたら皆さんは自分の頭でも考えることができる。それが考えると思うね。情報もないのに自分の今までの知識だけで考えようとしたって、それを考えてることにはなりません。それは絶対単なる思い込みなので、感情論としか話ができないので、論理的に回答を導き出したい、正確にこの先起こることを、起こりそうなことを予報したい、予測したいのであれば、皆さんは情報を集めるべきです。そしてその情報っていうのはあなたの頭の中にはないので、ね、大抵は本を読んだり、それからネットで調べたりっていうのがあります。学校の先生とか塾の先生がそれを知ってるかって言ったら、それは怪しいと思う。私はそこら辺はあんまり信用性が低いので、もう自分で情報を集めに行きました。本屋に行ってね、図書館でもいいです。本を読んで、とにかく情報が新しいですね。古いやつはやっぱりちょっと鮮度が低いので、なるべくそういった今現時点からその先を予測しようと思ったら、鮮度がね、いい情報を取ってください。新しい本とかね。であとはその一流の人が書いてる本がいいです。一流の人ね。なので、今回はこの動画でお伝えしたかったのは、何が起こっているのかっていうことが分かれば、今の状況ね、あなたが今どういう状況にあるのかってことを把握するには、今の自分を何が形作っているのかっていう情報さえ知れば分かるよね。そして今あなたがこの先どうなっていくかを知りたいのであれば、この先のことをやっぱり情報として持っていたいですよね。でも逆に言うと、その情報がありさえすれば、今から自分がどうなっていくか、何をどうすればどんな結果が得られる可能性があるのかってことは少なくとも知ることができる。それも言った時に、だからチャンスは待っててもやってこない、だったら自分で掴みに行きましょう。で今回の動画がそのきっかけになってくれれば嬉しいです。一緒に頑張っていきましょう。